ますわ。いつかお嬢様になりたい。今はまだ一般人系 VTuber 100万点村サロメでございますわ。というわけで皆様ごきげんよう。あらすじに移りたいと思いますわ。忘れないうちに。やばいことがあったイーサンとミヤ、3年後赤ちゃんが生まれましたが、妻を撃たれ子供は連れ去られ、よくわからないニンニク教が支配した村にやってきてしまいましたわ。そしてその4人のニンニク教たちのにローズが取られていると気づき、お母様の愛を知り涙する私、人形に華麗に勝利する私、モローチャを撃破する私、そしてアルトバイエルン工場に潜入ですわ。ただいまなんともうローズちゃんの体は全部揃っておりまして、もうこれで後でどうにか起動したら治るのじゃないかしらと思っているんですが、今のところ治っておりませんわ。でローズ助けたいでしょ、でってそうですわねって言ったら、ローズにミランダを殺させようって言われたので断ってますわ。そして多分アルトバイエル様作のプロペラマンが工場内をうろついていてめちゃくちゃ怖いですわ。ミランダを倒さなければいけないようですわね。ということで、そういえば作ってなかったですわねって今さら気づいた。登場人物紹介本当に今さら、イーサンこと私とね、もうほとんどの方が登場人物の8割が死なれている登場人物でございますわ。はい、そういえば忘れていましたわと思って書きましたわ。こんな感じでございますわ。もう残ってるのはアルトバイエル様とミランダのみ。それではそんな感じで本日もやっていきたいと思いますわ。おばいよ8。またゲームバランスとかがあれば教えてくださいましね。もう8割死んでますからね。さてドキ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 、めちゃくちゃローディングしていますわ。音的にはどうでございましょうか。何この銃、変な銃。え、今私がショットガンですわ。あ、絶対プロペラマンが現れる。うわっ！何？労働の時間？労働の時間ですの？ Oh good. I was just thinking of ways to pass the time. あ、不安。いろいろと不安ですわ。本当に不安ですわ。ちょっとやばい。This is all an investment. ちょっとまた全てがリセットされている。怖いですわ。なんかアイテムが残ってるって言われてるんですけども、何が残ってますのよ。何も残ってないと思うんですけど。
何もないですわ。胃が痛いですわ。マジで胃が痛いですわ。え？ここに何かありますか？何もないもの。何かありますか？私の目には何？びっくりした。ドア閉まりなさい。ん？全然わかりませんわ。今日は怖がりですわよ。あ、行きますわよ。降りる前の壁に宝石があった。え？皆様先におっしゃって。トレジャーハンティングしてメンタルを落ち着けましょう。そして未だになぜかずっとね、謎のこれで移動している私、いい加減元なんかいいのをリュックから買いませんか。ほんといただきですわ。トレジャーハンターサラベでございますわ。さて行きましょう。お金が精神安定ですから。これは落ちんのかい。落ちなさいよ。労働なんて良くないものなんですね、デュークさん。そう思いませんか。結構あなた掘り深いのね。危ない危ない。いいですわ。 I'm buying this because of our relationship. あなたとの仲ですから買い取りましょう。 A good deal. 宝石ですよ、宝石。If I say so myself. じゃあ行きますわ。行きますわよ。ん？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 もしかして。え？そんな。あ、これね。これをしに行くと、え、どこ？やだ、行きたくないです。おデューク、おデューク、プロペラマンが来ますわよ。何余裕ぶって本読んでるんですの。絶対来るプロペラが。いやー、ネタバレが見たい、ネタバレが見たい、ネタバレが見たいですわ。
やっぱりさっきのとこなんですわね。ちょっと待って。もうやだ、本当に本当にやです。何よリョーク、何何はしゃいでるの。そんなはしゃいでたのね。行くしかないですもん。It's dark. 暗いな。 It's dark, it's dark. 赤い赤い赤い、来なさいよ来なさいよ、暗いですわ。皆様方、なんで暗くなっちゃったの。明るく行きましょうよ。明るく元気に楽しく幸せに平和ピースピースフルピース。おお、あ、今なんかしーって言いましたわ。ちょっと待ってくださいね。ごめんなさい、本当に申し訳ないんですけど、今私を怖がらせるコメントした方は、ちょっとタイムアウトしますね。本当にごめんなさい。本当にごめんなさい。本当にごめんなさい。本当にこれは本当に申し訳ございません。マジで怖いんですわ。許してください。ちょっと今、その赤ちゃんのコメントされた方は怖いので、ちょっと一瞬タイムアウトさせてくださいまして、ごめんなさい。本当にちょっと怖いので、本当にすいません。ね。すいません。許してください。はい。来ますわよ。行きますわよ。どうやってあそこまで行くんでしたっけ。助けて、こっち、あっちでしたっけ。ここで会っておりましたっけ。おはようございます。私やりますわよ。全部壊して、全部壊す、全部壊しますわ。あー、びっくりした。あー、全部壊してやりますわ。どなたが来ようとでも鍵をやったら、なんか怖いのが来る気がするから、先に金属金を作る私。そこら辺はしっかり考えてやりますわ。タイムアウトさせてください。本当にごめんなさい。本当にごめんなさいね。タイムアウトをし
から。地雷拾いたいんですけど、地雷どこに仕掛けましたっけ、私。こっち？あ、みんな起きたよっていうことですよね。あ、もうみんなが起きちゃったっていうことなんですのね。皆さんこの地雷を踏まずに歩いていかれたのね。すごい高性能ロボットね、皆様方ね。すごい高性能ですわ。皆さんこれを、ああ地雷があるわねって引っかかるのようにね、避けていったんですわね、本当に。お上手な方々ですわね。ハイゼンベルグの資質さん、あ、ハイゼンベルグ様ね。踏まなかったのすごいですわね。さ、アルトバイエルン様ならぬハイゼンベルク様の、
痛いですわ。めっちゃ痛いですわ。当たりに行ってませんわよ。くっそ痛いですわ。ここどこ？もう迷ってしまいました。帰りたい。デュークのところに帰りたいですわ。おデューク。おデュークどこにいるの？何ここどこ？こっちから帰れます。ここ地雷エリア。さ、一回オデュークのとこに帰りたいですが、どうしましょう。こちらに訓練ですわ。改めて訓練ですわね。ここすいません、誰も来ないで。オデュークのところに帰らせてください。私はオデュークのところに。Selection. いっぱいハンドガン打つようになっちゃいましたからね。ショットガンもちょっと。でも
ショットガン29個持ってるなら大丈夫かしら。ああ、疲れました。Yes, I can see why you'd be interested in that. Food is life. 弾はいくらあってもいいですからね。弾があって困ることなし。でまだ作らなくてもいいですよね。セーブしましょう。あ、おセーブです。おセーブいい。ああ、もう前半前半。もう今日は前半でございます。そうそうそう。で、私が何をしに来たかっていうと、これ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 。これやりに来たんです。これでお金をゲットでしょ。クソ難しかったらどうしましょう。あ、うん、そう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 、そちらに行きなさい。で、そのままこれやってる途中にね、アルトバイエルさんがこっちに来たらさすがに喧嘩しますわよ。私、さすがの私も許しませんわよ。ここで入れる。そしてここで、あっ、入りなさいよ下の方に。やばいですわ。え、なんかバグ、そういうルートもあるの。もしかして RT では今のを使うってこと。そういうことなんですの。しまして、こうしてだ。ちょっと今日の配信はこれで終わるかもしれませんわ。皆様方お覚悟。いや、めっちゃくちゃ難しいんですけども、ここだけ裏で収録して動画に撮りたいレベル。これだけ
やっていきますわよ。ピタゴラスイッチ回ですわよ。皆様方ピタゴラスイッチ見てましたか？でもここら辺のピタゴラスイッチとかの話をすると意外とこう世代がバレるというね。この子供向け番組って意外とこう世代バレですわよね。なんでよ！あー、イライラしてまいりましたわ。デザインやとかね。デザインやは名作ですわね。お嬢様はイライラしない。いいえ、お嬢様もイライラします。お嬢様だってね、イライラするときは。なんだよ！ちょっと待って。わかりました。私ね、この画面の方があそこはうまくいける。いけますわよ！行きましょう、行きましょう。行きますわよ。こうからのこう、よし、で、ここで冷静になって、ここで冷静になって、一度どの姿勢がいいのか。いけたっぽい、いけたっぽい、いけたっぽい。いやいやいや、今いけ、今いけ、今いけ。そう、何の電車なんですのこれ。あ、なんかいけた、なんかいけた、なんかいけました。このまま、新しい頭蓋骨でございますわ。あ、これ持ってきますわ、怖いから。はい、新しい頭蓋骨。Ooh, where did you get your hands on such a thing? すごいでしょ、あなたの、あの横にありましたのよ。あなたがね、あのサボらずに動いていれば、あなたも手に入れられていたかもしれません。動くということは大事なんですわ。おセーブイン。では母というところで。で、これでまた上に行くと、そしていよいよプロペラの方と会うと。すごいですわ。なんか途中にヤギがあるって聞いてましたかね。どこ？ヤギちゃん？どこよ？ヤギちゃんどこなんですの？ん？おそらく反対。おそらく反対ですわ。さて、あ、武器カスタムした方がよろしくって。 Oh good, I was just thinking of ways to pass the time. そうですわね、パス、カスタムしておきましょうか。 What? Ah, it's fine, all finished. あ、で、これも買ったんですわよね、私。あ、え、強い。ああ、こっちのショットガンに、くら替えしようかしら。Have a wonderful adventure. Well then, feel free to peruse. 強いんですのね。Pay me no mind. カスタマイズしておきましょうか。マグナムもちょっと開けておきたいです。Delight. やばい、お金が！
です。You really are a tough one. やば、揺れてる揺れてる。よよ。But I'm tired of chit-chat. Time to die. そろそろ終わりなんですね。Can't you? なんか取れない。Waiting for you. やめよう、そういう話。プロペラ君。やめよう。試作機シツルム、払い下げのターボルプロップエンジンを使用。リアクター出力を強くしすぎたためか、突進ばかりで、ほぼ制御不能となった。正面には無敵の製作を誇る者自身の腕をプロペラで切断する？何？長時間の稼働で熱暴走するなど問題が多い。結論、完璧な失敗作。失敗作ですわ！失敗作なのね。ならね、全然怖くないですわ。失敗作ですもの。これどういうことかしら。正面だけが強いってこと？後ろから撃てば一発ってことなんですの？試作機が。待って、アイテムまだ残ってる。どこかしら。アイテム探索タイム。アイテム探索、アイテム探索。アイテムないですよね。ありました！センキューハードガン！センキュー！センキュー！さて、全然怖くないんだからね、試作機の。試作機、なんか。全然何この迷路！待って、迷路にいる。試作機なんか全然。I don't have time for this bullshit. Out of my way.
すごいデジャブが。ミランダが憎い。アドーナの欺瞞が憎い。あの女にとって俺はただのカドゥの実験台だ。貴族なんて身分もたまたま他の村人より適合率が高かったからに違いない。そんな俺をあの女は息子と呼ぶ。それが心の底から許せない。なんでなんですの。あの女はとっくに壊れている。あの狂った女には優れた実験台も家族も同じだ。俺の家族を買い上がっただけでなく尊厳まで奪い上がった。ミランダ、あいつを殺さないと俺の人生は永久に俺のものにはならない。だがミランダは恐ろしい女だ。あいつは膨大な気を操り、どんな姿にでも自身を変えられる。鍵はあのローズとかいう鍵で、あいつの力とやらを利用すれば。そういえば父親のイーサンという男もなかなか面白い体らしい。え、私ってやっぱりアルトバイル様って私のことを好きなのかしら。皆様方知ってますか、こういう方って大体、へえ、お前面白い女だなって言って私のこと好きになっちゃうんですの。面白いっていうのはつまりもう好きになる芽生えってこと。やっぱり私のことが好き、この方。あ、でもカドゥがたまたま適合した方ってことなのかしら。なるほどね、船に似てるんですのね。だから記憶がコンダクトしている。コンダクター、最高。回復薬最高ですわ。いや、私のこと好きになられても困りますわね。私にはおみやという妻がいますし、面白い女。ちょっと、あなたも私のことが好きなの？困りますわよ。わあ、ボス用戦闘ルーム、ボス用戦闘ルームへようこそ。みたいなテンションで。ボスルームへようこそ。アイテム部屋、あ、本当だ、アイテム部屋逃しておりますわ。でもね、多分ね、もう二度と戻れないんですの。これ見て、腹水盆に帰らずってわけですわね。いいですか皆様方、人生ってこんなもんですわ。責任を。こんなん死ぬための道じゃないですか。ガンテ来るんでしょ、ガンテ来るんでしょ、分かってんだから。私、何これ、よく分からないけど押しちゃおう。レバガちゃん大パンですわー。わあ、さて、私工場長に就任いたしました。一日工場長に就任いたしました。100万点バラサロメでございますわー。皆様方よろしくお願いいたしますわー。それではね、勤務態度の方を。あ、人ではなかった。見ていきたいと思いますわよ。ピッ、私か。勤務態度の方を見ていきたいと思いますが、開けるイベント。What the? あっ、この鉄の音、この鉄の音はアルトバイエル様ならぬハイゼンベルク様。Not bad. 悪くねえ、大したもんだ。かっこいい登場の仕方、かっこよ。なかなか仕事ごっちゃくかっこよすぎますわ。ちょっと好きになっちゃう。ダメには消えてもらう。好きになっちゃいますわ。強いです。下まで行っちゃう。
ちゃくちゃかっこよかったんですけれども、あのコアに落ちない方いらっしゃいますか？あれ、まだ戦わないのね。よいしょ。さてさて、登ってまいりましたが。ジェル、アゲン？畜生、またかん。イーサン、さすがに、ちょっとさすがに涙目ですわよ。どうしましょう、これ。え？どうしましょう、これ。あ、ここからね。回りますわよ。いや、瓦礫を階段にするのめちゃくちゃかっこよかったですわよね。ちょっと、登場の仕方かっこよすぎですわよ。ん？アイテムありますわね。銃は無事でございますわ。待ってます。あれ、ムービー入りました。ムービー入りました。いた、マジなんで。なんでなんですの、クリスさん。関わるなっていうか、いや、村に突然落とされて。じゃあ、何なんですのよ、あなたは。ミアを殺しましたわよ、あなた。俺がミアを殺す？あれはミアじゃない。やっぱりミアじゃなかったんですわ。え、嘘、ミランダだったんですの。私、ミランダと注射出たってこと？やつは生体兵器ですわ。遺体の力でミアに化けて、え、いつから、いつから、あの銃撃でも殺さずとどめを刺しに来た。え、本当、いつからなんですの。 もしかしてずっと前から、私が子供みたいな相手って、ミランダ様だったんですの。もしれば介入すると思ってた民間の巻き込まれ、ややこしくなる、ややこしいやっていうわけですわね。なんで私たちなんですの。どうしてこんな目に。そうですわね、わかりましたわ。お前には説明しておきますわ。ベンチを貸せ。なんで。はい、どうぞですわ。なんで私をパシるんですの。え、なになに。Long story short, Miranda's fucking insane. Miranda は正気じゃない。In this village, all these monsters and freaks. はすべてやつが生み出しましたわ。Some sort of crazy experiment. 毒液の実験所ですわ。なるほど、毒液。Like Louisiana. ルイジアナと同じなんです。God damn it. なんてことなんですか。家族を救えると思っておりましたのに。I can't escape from here. 無力ですわ。ここからも出られませんの。I can't do anything. そんなことないわよ、イーサン。That might not be true.あなたは趣味のおもちゃ作りしていますね。え、何？ My men sent those pictures. 数分前に部下から届いた。ミランダの。Keep looking. これちょっと、こういうのちょっとドキドキしませんか？ Rose. ローズが。We gotta go. あ、これローズ取られたんですの？ Monitoring the situation. 今部下が監視してる。だが奴は娘を。You don't get anything. 分かってないんで、こういうスマホを買ったんだけど。You don't stand a chance against Miranda by yourself. エッチなやつとかもドキドキ。わあ、何？すごい力ですわ。パワーオブパワー。エグゾディア完成しちゃってますわ。俺は戻って爆弾を仕掛けてきますわ。エレベーターの使いに地上で会いましょう。俺たちで必ずローズを救い出すんだ。クリス、さっきまで私のことぶん殴ってたくせに。ミランダを見つけて、奴を終わらせましょう。笑った。ちょっとドキッとしちゃった。ダメよ。私、殴られたのに微笑まれてたからって許せるなんて。え、何？一人で突っ走るの。わかりました。私たちチームね。え、これを使えて、これを、え、この戦車を、え、この戦車を使えておっしゃいました。え、ホールドって出てますけど。え、ハウンドウルフ各品工場内の捜索を完了した。あ、工場内一人でやってたの。おクリス、あ、レッドフィールドってこと。あれって組織とのつながりを示す証拠。見つけた方が空振りに終わったようだ。だが一方、ミランダの研究に関する資料をいくつか押収した。ミランダは自分の体に特異菌を感染させ、いくつもの能力を手に入れた。その一つが擬態。他人に化けることができる。ミランダはミアに擬態し、ウィンターズ家に侵入したローズの誘拐だ。母親であるミアの姿の方がローズを制御しやすいと考えた。だが俺たちに攻撃された奴は、死体に擬態し、儀を伺うことにした。奴は、輸送車の中で射精すると、乗組員を殺害しローズを連れ去った。ミランダにとって予定は狂ったけども、当初の目的は達成した。死体に擬態して、それは分かってなさいよ、あなたたち。いやー、死んだ死んだって何満足してますのよ。だがそれもここまでですわ。これから工場を爆破してそちらに合流します。アイゼンベルクと戦闘になります。やつお手製の自走砲を見つけました。ああ、磁力に影響されないプリマー素材。へえ。なるほど、これならば。そう、銃を撃っても、アルトバイエルン様って鉄を扱いちゃうから別に、全然気にならないというか、大丈夫なんじゃございませんのって思ってたんですけれども。この、
ポリマーを使えばアルトガイエル様を攻撃することもできる、そういうことですわね。スナイパーライフル。で、いつから、まあ、でもローズを奪いに来たってことは、どこかのタイミングでミアを、でもミアは生きていてほしいです、死んでないですわよね。どこかのタイミングできっとおミアと入れ替わったってことですわよね。そういえばあの時脳に直接来てたような、おミアが生きておりますように。これでおミアが死んでたなんてちょっと悲しいですわ。っていうか最初からクリス言いなさいよ。こいつはポリマーなんですか。 Time to fight fire with fire. あいつには持ってこいですよね。よし、行きますわ。 I'm coming, Rose. なにこれ、嘘でしょ、私これで戦うの、嘘、これエレベーター、なにこれ、なにこれ、なんなんですの、これなんなんですの、ちょっとロマンすぎますわよ。シューティングゲーム始まったんですけど無限だし、構え、これガード、ガードね、 LRB を出す、構えて、それにはちょっと時間がかかるだと。 You're like a goddamn cockroach. You think you can take me on? やりますわよ。オラどうですか、あなたそれでミラート様とやり合う予定ですのね。このロボットが強いですか、強いです、強い、赤いところが弱いはず、赤いところが弱いはずですわ。大丈夫よ、赤いところは絶対弱いはず。これも食らっちゃうのね、分かりましたか、どうせこれを避けてくれるはず。赤いところを撃っていく、赤いところを撃っていけばいつかこれで合ってるのかしら。赤いところのはずなのに、全く分かってる、いや分かってないですわね。一応ガード、回復薬がないんですけど、回復薬がないんですけど、ガード、とりあえずガードしてみる。あれ、もう何か食らってる。Guess I do have to thank that bitch for any of this. I'll kill you for the power she gave. That's what I call これでいいのかしら、合ってるのか全然わかんないですわ。I've dumped 20 years on a bitch's life. これで若干距離取れる。The villagers are nothing but a bunch of worthless peons. I'm a goddamn freedom fighter. I'll use your cute little dog.お前も娘の力を取り込んで俺は最高の王になる。いえ、そんなことはさせません。 This is the best. そんなことはさせませんわよ。俺は暇じゃないからお遊びは終わりだ。いえ、それはこちらのセリフよ。痛いでしょ、苦しいでしょ、どうなんですの。あら、やばい、なんか
ということ？あ、すごい近い。思ったより近い。Here we go, Ethan! The final stretch! Well, what do you think? あ、赤くなってる。あ、赤くなってるっぽい。Everything to me. 私のすべてよ、ローズちゃんは。And mine to me. 私にとってまだ。With Heisenberg. ハイゼンベルクを消す、それからどうする？何か手があるのか。What are you going to do? あなたからローズを取り戻す。But I'm saving Rose. 絶対にローズを助けます。You never know. お前は妻に入れ替わっても気づかん。ちょっとそこ痛い。そこ痛いですわ。そこちょっとつかないで。ね、チューしてたのをやめてください。なんでそんなこと言うんですの？お前誰だ？あくまでお前誰だ？ミランダですのね。 Enough. やめておけ。 Remember Evelyn and her power of the Lord. 毒液の力を覚えていますか？忘れられるわけがないです。 Rose is her success. ローズはその力を引き継いだ。 何？ Rose is Evelyn's true complete. エヴリーさんも凌駕する。 あなたは一体何なんですの？ She will grow to fully control her senses. あらゆるものの精神を操作できる。 And I must have her. じゃあ、 Fuck you, you crazy bitch! あなたがローズに体を使うってこと許せるわけがないじゃないですか。そんな瞬間移動ばっかりして。ローズは復活する。でもそれはあなたとしてです。この金庫は全て記録しているのだ。これが金庫。そういえば地下で見ましたわね。その時は私の娘として生まれた。何をおっしゃってるんですの？私の子よ。どこに行ったんですの？後ろ。あそこ。お前もかい。両親に意志があるのか。お前もまた興味深い存在だ。だがお前の力は把握できた。それで私を持って遊んでたのね。モルモトとして生かしておく必要がない。ミランダ、出てきなさいよ。あなたが強いって言うなら戦いましょうよ。くっ、あ、あ、Don't worry. Your death will come quick. 私は死にませんよ。 You will join the Megamycetes records. 金庫はお前も記録する。いいえ、私は死にません。I will make sure to sample your blood. お前の血は後でゆっくり研究するとしよう。Once dawn breaks, 夜明けが訪れれば、the ceremony will be complete, and I will become 私は真の母親となるのだ。Mother, bound for 血が永遠につながる限り。何なんですのよ、この方。ローズは私の娘よ。I've waited so long.ミランダしてる。あ、違いました。これまで長かったが、ついに我が願いが叶う。どうぞよりしろに。ようやく我が子と再会を果たす時が来た。この方も子供と会いたいという気持ちはもしかしたら変わらないのかもしれないんですわね。
あ、これオグロ版ならハートキャッチプーディキュアですのね。隊長、イーサン、イーサン・ウィンターズの死亡されちゃいました。遺体の回収は断念したが記録だけは残した。画面を共有しろ。状況を振り返ろう。My team and I were careless. 俺たちはミスをした。Yesterday, 本当にミスですわよ。We took down the transformer. 一晩の出来事なんかい！ニアに化けたミランダを殺したが奴は生きてきた。当たり前でしょ！二人まで擬態できるだ。いや、できるでしょ！ちょっと。ナメプしないでよ、ナメプ。なんかめちゃくちゃコーラスとかやってくださいますよ。俺はロースとイーサンを、拾ったけど、感謝させた場合があったから拾ったけど、二人を乗せた護送車が襲われ。When I got to the wreck, 駆けつけた時にはイーサンもローズも消えていた。いや本当にナメップ。そして今イーサン・ウィンターズ死んでおります。イーサンとの最後の電話で俺はミランダの声を聞いた。奴が殺したんだ。ミランダに殺されました。イーサン嘘でしょ。嘘。やだ。死んでないですわよね。でも心臓取られたらさすがに死んでるの。やだ。いつまで続くのよ。何のことだ、任務か。すべて。え、ちょっと待って、あなた主人公ずらしてませんか。この時期はでも3年だ。もうアンブレラも板がついてますわね。時間をかけて。ちょ、待って、嘘でしょ。え、主人公こう。やだ、イーサン返して。いや、それ確かにクリスさんって。スカートならいつでもいけるぜ。え、ちょっとかっこいい。やだ、かっこいいの。いや、イーサンが私だもの。だってあなたは確かにお前らの主人公なのかもしれないけど、私は7と8でイーサンと一緒に過ごしてきたんだもの。PSA の俺もしかさすがに早いの。任務変更は、いや変更はなしだ。Terminate Miranda. ミランダを死滅、ローズを救う。That's the mission. ただそれだけだ。Failure's not an option. もう失敗はできません。Let's have some fun, people. じゃ、一暴れするか。昔みたいにな。任務返してさ。了解。ちょっとイーサン本当に死んじゃったの？消えない BSAA の動向が知りたいです。了解、任せな。In a while since we fought together, Captain. When was the last? The desert? やだ！ Doing nothing but recon's gotten me out of shape. But thanks to your recon, we know more. イーサン返して！ Couldn't quite believe it when I heard you turn yourself into Mia, though. 何話し始めたの？頭に5発かれたのに生きてるとは気味変わる。え、だってなんか撃たれたなみたいな反応でしたものね、あれ。嘘！やだ！イーサン返してくださいまし！ちなみにこの先セーブデータありますか？なければオートセーブがあると信じてここで今日は配信を終えたいのですが！イーサン死んだ！いや！嫌ですわ！では、オートセーブで。信じますわ。いえ！待って。本当にイーサン死んじゃっ。でもちょっと、嘘でしょ。ちょっと明日
かければなんとかなり。いや、さすがに心臓は。いや、でも均衡は全てを記憶するって言ってました。そこが大事。きっと金婚が全てを記憶しているから、金婚の一部がイーサーになって、なんかこう、にょわーみたいな、にょわーみたいな感じで、なんかこう、にょわー、ハッピーハッピー知ってゆーみたいな感じで、生きるはずですわ絶対。イーサーのレクイエム、レクイエムっていう、セトリじゃないんですけれども。いや、でもちょっと、どうなっちゃうのかしら。でも本当にやっぱり、やっぱりおみや違いましたわね。いや、おみやが生きているというのも大丈夫かしら。わっさん、あ、怖がらせるコメントしてすいませんでした。よろしくって、永久ブロックじゃなくて、タイムアウトですので、皆様方、今回ちょっとビビらせコメントされた方もお気になさらないで、ちょっと、さっき私が、気が狂ってね、コントローラーを投げて、モニターを破壊しそうになっていたので、ちょっと、対応させていただきました。申し訳ございません、もう。なので別に見れはしますので安心してくださいね。コメントも見れますから安心してくださいますし。そう、気がね、ちょっと思わず狂いそうになっておりました。そうそうそう。あと、もう水をね、コップに注いで、表面がひたひたで、あと一滴注がれれば、コントローラー、ドン!あーみたいなところでございましたから、ちょっと危なかったんですわ。ね。皆様方もどうかお許しくださいまして、トラ様もありがとうございますわ。おほほほ。で、その後はちゃんとコメント見ておりましたから、安心してくださいまして。あ、もうすでにちょっと気狂っておりましたか?バレてしまいましたか?おほほほほ。いや、でもちょっと待って、本当にイーサーが死んじゃった!あ、気が狂っている。イーサー本当に嘘でしょ?嫌よ!だってロス、あれとバイエルン様も死んじゃったし。イーサー死んじゃいましたわよ!ということで、いやー、オクリスなの嘘。イーサンはちょっとすいません。ちょっともう配信終われないので今日はこれで終わりますわね。ローズちゃんが、だってローズとオミヤはどんな顔したらいいんだって。ローズは自分のことを、命をかけて守ってくれたお父様のことを知らないでしょ。いやよ。いや、でもローズは金婚と繋がってるんだから、金婚が